どうもゆうさです。はい、ニューミンゴルです。密かに毎日の楽しみになっている本日のリベンジ VS キャラ、女性や、あー来た、この子か、ガングロシンディ。いや、なんか服装のイメージめっちゃ変わったな。はい、この子ヨーロッパチームユーロの一人目。どんなやったっけ、なんか服装のイメージ全然違うんですけど、こんなんでしたっけ。相当ゴルフに専念した。はい、相当上手くなった。はいはい、行きましょう。可愛らしいですね。スカジャンみたいなのも可愛いですしね。スカジャン、スタジャンか。マッチ、イーグルスティ、バックティ、ノーマル。気に当てたらプライチ。もうほぼほぼ普通やね。はい、オッケー。じゃあ私はガチ設定で行こうかな。ガチ設定って言ってもマッチなんで、実際はあれなんですよね。設定しない、設定しない、いや、まあまあまあ、いや、スタンダードでいきます。まあ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 、スタンダードぐらいでいいでしょ、ハンデは。うん、いいか。開始します。ここはもうイーグルシティなんで距離短いんで、ビッグエア使っちゃうとちょっともうあまりにも有利。ポイント即決でもないし、まあキーもまあ当たらんから、まあそうっすね、もう落ち着いて、なんていうか自分のプレーをしていってって感じやろね。ちょっと時間はかかるかもしれないですね。おそらくバーディーの取り合いになるんじゃないかな。ミスる要素があんまないんですよね、コース的にもルール的にも。一番そのある意味じゃ点の取り合い、打ち合いというか、そういう足を止めての打ち合いという形になるんですよね。1番ホール、パー4です。あまり細かいことは考えずバーディーを取ると、こちらの番です、いう感じでいきましょう。いいよ、ナイスショー。朝一のドライバーいいといいよね、気分がよろしい。そしてラフ、まあ、ただラフは気にしなくていいので、当ててくんのかな、気にないと思うけどな。インフィニティなんでね、一応クラブは多少遅れます。この人たちはうまい、よいしょ。ほう、結構風予想、あ、うわ、極端。でも結果ええとこでもないか。ショート、いや、これは大きなミスですね。ちょっとゴルファーとしてはあるまじきミスじゃないか、今のは。今のはなかなか大きなミスが出ました。せいよ、はい、よし、乗りました。いや、もう変にスピンとかかけずに寄せていく方向でいきたいと思います。決めてくるかな、どうや。悪くないけど、なぜ曲げる。ナイスアプローチ。コンピューターはとにかく曲げよるな、よくわからん。まっすぐ打つんがそんなに嫌ですかね。OK、 パー4、パー431、まあこれ短いですね、非常に短い。そうなんよね、 これね、これね、曲げようか。あかん、あかん、日当たったかもしれん、やばい、赤、赤、やった、それだけ分かん、全然な、昨日ことちょっと忘れてました。そうやねん、ここ張り出しとんのよね、あそこ木が。わあ、しかもナイスショットやな、文句なし。フェアウェイのど真ん中ですか。こちらの番です。これもマジ決めなあかんレベルやな。
結構難しいんですよね、これね。グリーンエッジからもう距離がないのでホーミングぶちかまさないとピンに当てていく勢い、しかも高い球で、いやー全然、いやースピンもかからない。一応入ったと思ったけどな、ちょっとミスってましたかね、負けた。乗りました、外してくれてって感じか、外してくれてトントン。いやーうまい、これは来た、いいでしょう。うわっやだ、綺麗に来るのかと思ったらそういうわけでもないのか。じゃ意外とコンピューターなんか詰めが甘い時があんのよな、いやよくわからないんですけど、めちゃくちゃに強い時もあったからね、今までね。その辺のそのさじ加減があんまり、この AI のさじ加減がよくわからないんですよね。ここ2戦ぐらいね弱いんですよ。パー5となります。あのともみの1戦目がやばいぐらい強かったっすよね、確か。関しては全然やる気あんのっていうぐらいミスってくれるからね。いったね、ナイスショット、オッケー。とりあえず気を回避する、このセカンドで気に当たらない位置に、よしよしよし。こいつは、あーでも距離飛ぶな、うわ飛びますねこいつ。マジか、飛ぶな、パワー使わずここ、いや素晴らしいですけど、あー気は避ける感じか。うわ曲げたけど木は、これ木扱い、あれ木扱いなんや、ラッキー、あざす。なんか棚ぼた、こう、いいんじゃない、どこピンどこすか、ピンどこすか、まあ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 、まあ、全然いいんじゃないですか、ツーオンですからね。次イーグルパット、あまた聞いちゃう、セーフ、結果オーライ、ナイスアプローチです。気にさえ当ててなければ全然めちゃくちゃいいですけどね。はい、スライス、こんな曲がらんかですよね。脳幹冷静に、ちょっとビビりすぎましたね。ここは決めてくる、まっすぐ、気持ちいい、入れたら勝ちです。見せるわね、見せてや、見せるわね、見せてや、ナイスゴール、あざーす。4番ホール、パー4となります。誰が言ってくれてる？順番です、あとでライン聞かんとね。よし、これも気が怖いな、まっすぐ、よし、あーちょっとビビった、ちょっと今狭いっすもんね、このフェアウェイ、ここはね飛ばし屋にはつらい。いやこいつも曲げたらやばいっすよマジで、すぐ右もやばいし、うまい、あー綺麗、ちょっと成功、フォローが超綺麗、うまい、うわーオーバードライブされた、いやすごいわ、女子であの距離超武器になりますね。でもこれ確実にちょっとちょっと真横で見んのやめてくれます、めっちゃ緊張したんやけど今、あそこで見るのはちょっとマナー違反じゃ。乗りました、強化されました、ドキドキしたわ、
いや、いいとこやな。いやー、来た、これは来た、ショット成功、うまい、はい、うわ、これは来た、寄せてくる、お上手です、バーディーに挑みます、素晴らしい、慎重にね、リラックスよ、やれるさ、スライスです、そのまま入れ、バーディー、よし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 、オッケー、入れたら引き分けかな、ここはイーブンというか、まあ引き分けかな、ナイスバディー、ナイスバディーです、素晴らしい、よし、ここで決めたいですね、ここで決めたいので、木は絶対ダメなので、まあコースなりで、いやー、これ変なとこ、ちょっと待って、変なとこティーアップしたな、いや、まずい、あ、まずいな、これちょっと待ってくださいよ、これちょっと待ってくださいよ、ちょっとまずいな、よいしょ、ナイスショット、巻いて巻いて、よし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 、いやー、セカンドむずいっすね、これね、多分気がね、ね、そういうことですよね、あれセカンド、やっぱりもうセカンドを巻いていった方がいいってことですよね、よいしょ、打ち出し完了、超える、大丈夫、超えてくる、いやー、マジかー、ここもオーバードライブ、女子の距離じゃねー、飛びすぎやろ、おい、いや、もうこうでしょ、こうでしょ、うわ、これどうしよう、木当たったら終わりでしょ、右、左巻きで行くか、こう、いや、ちょっと危ない危ない、いや、でも多分大丈夫、よしよし、止まって、ストップ、バンク、バンク、オッケーオッケー、まあ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 、狙い通りではなかったけど、偶然ですけど気に当たらなくてよかった、うまい、ナイスショット、うわー、こっちから巻くの、うまけど結構オーバーっすね、あー、一緒のとこや、いやー、やつは難しい、私の方が優しいですね、これはむずい、いけるか、カツンとやったら終わりのところですけど、うまい、嘘でしょ、マジか、素晴らしいイーグルです、もうナイスイーグル、いや、超むずいライやったから、ちょっと無言になるレベル、いやー、うまいな、引くわ、はい、やった、はい、やった、はい、やった、オンしました、いや、もう十分っすよ、十分やって、めちゃくちゃ十分のショット打ったんですけどね、いや、結果としてはやっぱり2打2オン狙っててよかったとも言える、まあ負けましたけどね、あれ2オン狙ってなかったらもう確定負けやから、ある程度攻めていかんと、この辺のクラスのやつはやばいっすね、ちょっといいこと起こったらもうやばいね、なんとか食らいついていきましょう、あぶね、セミラフ、いや、大丈夫です、ここは大丈夫です、3番アイアン寄せましょう、跳ね方次第、跳ね方次第、キック次第、ナイスキック、いけ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 、乗りました、厳しい、タフなコースですね、パー4ですよこれ、いや、すごい飛ばし合いわ、めちゃくちゃすごいこいつ、嘘やろ、おい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 、嘘や、バカな、ナイスショット、
そっか、あれもうピンに触った時点で確定か。くそー、俺がやりたいことをやられています。7番ホールパー3です。ちょ待って、あとパー32つなんですよね。パー3パー4パー3なんですよ。気はもう期待できひんから、気に当てよんのは。おっとミスショット、いけいけ、やめろ。いやミスと言わんなこれ。バンクでしょ、別にもうミスじゃないもんな、あいつからしたらね。全然普通に、おそらく寄せるどころか決めてくるレベルやから。これはちょっと打ちたくねえな。どうですかね、どうですかね。嘘やろ、まずい。ページにご注意ください。決められたらマジやばい。サイドスピン出ました。とどまって、ナイスアップ。順番です、決めるしかないってことね。普通に打てば入る、普通に打てば入るよ。よし、よかった、ホーミング、ホーミングで入ってくれた。赤ホーミング。失敗したんでね。これどういうコース、まっすぐでいいのか。木は大丈夫ね、木は大丈夫ね。じゃあ距離飛ばしましょうか。ちょっと飛びすぎだけ怖いけど大丈夫ですね。ここでマウンドみたいなのがあって止まると。 OK、 残り80ヤード。この子はマンブリ、いやーうまい。ナイスショット、ナイスショット、ナイスショット。ここでも勝てば勝ち確です。あともう1ホールしかないんで。うわ、めっちゃ飛んだこいつ。順番です。ここ勝てば勝ち確、プレッシャーですけど。いろいろ考えてしまうなこれ。 100% か、オーバー。なるほど、いった。おお、すごいです。オーバーでもなかったですね、距離ぴったり。これ入らんかったら私の勝ちです。よし、ミスってくれた。いやまあ人のミスを喜びたくないけど助かった。これはまあ決めおるでしょう、おそらく。これでパターン持たないんですね。あー外してくれる。あれもパターでいいと思うけどな、さすがに。まあそこら辺はさすがコンピューターということですね。決めましょう。やるね、ありがとうございます。バーディーです。よし、これでなんとか。いやーかかりました、やっぱまあ予想通りちょっと時間かかりました。うん、最強だろ。いやもう思ってた通りの展開でしたね。奇跡的なショットされたらやっぱ負けてしまう。なんとか食らいついていくっていう感じですよね。一回気に当てたのが余計でした。商品です。よし、ありがとうございます。そして9番アイアン成長、あざす。お疲れ様です。明日、おつでした。おめでとうございます。ありがとうございます。ダメだったか。はい、頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし、ちょっと今回ついでにですね、クラブを、宝石を拾ってきたので、クラブセットの強化、宝石14個ありますのでやってみたいと思います。ついでにね、これでパワーを上げてみよう。これ初めてです、宝石を使う。はい、ありがとな、任せとき。どれぐらい強化されるんやろ。
わわわわよし、パワー4ヤードトータル1レベルアップ10まで上がるってことよね多分。強化回数が10分の今1になってるんで、パワーだけを上げたかったら全部パワーにぶち込んで40ヤード合計上がるってことかな。そういうことなんでしょうか。トータルでも40ヤードって どうなんどんなもんなんすかね実際。カスタム、これ効果1と出てますね。最高飛距離284ヤードで、ビッグエアが312ヤードやから、そうか、もし仮に4ずつ増えるとしたら10段階やったら320になるんで、まあビッグエアを超えると。これ効果8やからね、ビッグエアは。そんなにじゃあ変わらんか。まあ P 使ってもそこまで変わらんような気がしますね。不思議やな。なんかもっとね、とやばい飛んでるイメージあるんですけどね、他の人たちが。うん、まあ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 、どうなんやろう、ちょっとわからないですけど、そのカスタムならではの何か飛びがあるのかもしれないですし、ちょっと不明ですけど、まあ今のところこんな感じ。まだ全然カスタムを使う意味はないので、まあどっちしろ8以上にならないと使う意味はないってことやね、っていうことですよね、おそらくね。はい、それ以外のそのインパクトとかは多分その一緒の、普通なんで一緒なんで、まあ特に今のところカスタムを使う必要はないかなというような感じです。はい、というかインフィニティの方が強いとも言えるよな。13ですから、これインパクトが難しくなってる代わりにパワーが7でコントロールが6なので13分あるので、まあ、インフィニティの方が総合成績は強いのかな、わからん。はい、とりあえずはこんな感じ。ではまた明日、ありがとうございました。